こんにちは、土の子です。セブポイントの方にね、戻ったらスキットが出てたんで聞いてみましょう。戦いの結末どうなったんだろうな。戦争の結果、さあね、ローランス軍が崩れたのまでは確認したけど、直後にハイランドも将を失い撤退した。勝敗は引き分けといったところだな。あんたもあそこにいたんだ。戦場を見るのが趣味でな。俺がやったことがそのまま結果に結びついたわけか。ライラの言った通りだな。アリーシャやルーカスは大丈夫かな。ルーカスは平気だろ。アリーシャのことはハイランドを信じるしかないね。だよな。とにかく僕らにできるだけのことはやったさ。だよな。そういえば別れたんだ、アリーシャ姫と。うん、マリンドで。アリーシャにはアリーシャの夢があるからね。もしかして私って後釜？そういうつもりはないよ。変な聞き方してごめん。気にしなくていいよ。一緒に行くって自分で決めたんだからさ。逆にお姫様の役を求められても困る。それは分かってる。分かってるのはいいけど、即答は失礼じゃない？よし、行ってみましょう。そう、アリーシャはどうしてるのかな。結構みんないろいろキャラが立ってるんでいいですね。みんなでもアリーシャとか仲間にしたら、ここ枠がないからアリーシャは仲間にならないのかな。ここが一番奥？そうらしい。本当にいつかなれるのか。これは同志となる者の試練を描いた壁画のようですわ。こんなところにこんなものがあるなんて。これが同志の試練を。このシミみたいなのがグリーンウッド大陸を示してんので、この印ついてるところに同志は行かなきゃってわけ。ライラ、そういうこと？今日の晩御飯は麻婆カレーですわ。気にしないで。言えないんだね。ライラは自分にかけた制約で話せないことがあると時々こうなるんだ。ダイエットみたいなもん。印の場所は4つか。レイクピロー高地の北部に1つ、大陸中央南端に2つ、最後のはウエストロンホルドの酒谷方面ね。試練っていうぐらいだから、クリアしたら何かいいことありそう。超便利道具が手に入るとか、パワーアップするとか。それだ。もしかしたら強い領域にも負けない力が手に入るかも。ヘルダルフに対する光明が少し見えたかな。うんうん、全然わからん。領域？ヘルダルフ？いい、ご飯食べる時にでも話して。収穫あったってことでしょ。ああ、ここの探検は終了かな。そう、じゃあ戻ろう。退屈しのぎに退屈するとは思わなかったぜ。まったくだわ。まったくだ。ノーコメント。ここは確か転移見聞録に。そんな退屈だった？転移見聞録、どれどれ。ディスカバリー、試練の壁画を発見した。お、スキットもあるね。この壁画の文様似てないか、ペンドラゴの神殿ってのの文様に。転移見聞録に載ってるのとは確かに似てるな。どっちかが模倣なんじゃないかな。うん、ということはここはアスガード流星期の遺跡ということか。ペンドラゴの神殿がそうだからな。ペンドラゴの神殿も見てみたいな。それはちょっとむずいよ。え、なんで？ペンドラゴはローランス帝国の首都、神殿は教会の総本部。今や教会関係者、しかもトップ連中しか入れないってこと。そっか、全然諦めてないな。銀の鍵も入手しました。お、スキットもあるね。
ロゼが最初から見えてたら天族も氷魔も怖がらないんだな。そりゃそうでしょう。最初から見えるってことはいるってことだよね。見えなかったのが見えるってことはいないって思ってたのに本当はいるってこと。マジ怖くない？わかるようなわからないような。ミクリオたち苦労しそう。古代語の匂いがする。石板。さて戻りましょうか。さっとさえい。ワンちゃん戻ったか。その顔は収穫あったのか。うん、けど大地の記憶とか同志の試練とかなんだかいろいろあって面倒になってきて。どれから行こうか。ちゃんと考えろ。世界を巡ることになる。動きやすくするべきだろう。じゃあペンドラゴはどう？スレイはきっとローランスの偉いさんに目つけられてるだろうからさ。いやいや戦争に参加させられたってちゃんと話しといた方がいいかも。なるほど。その方がローランス帝国内では活動しやすそうですわ。人間ならではのアプローチだな。考えはまとまったようじゃの。うん。お石さんはここに残りますか？そうじゃな、愛着もあるからの。ただこのままでいられないのも事実。なんかまずいの？天族を祀ってくれる人が必要なんだ。神殿や教会みたいに。でないとまた汚れと結びついて氷魔になる危険がある。じゃあ誰か探して連れてくる。それでいい？いいのか？アジトなんじゃ。いいから任せとけってね。かたじけない。同志殿のおかげでしばらくは大丈夫。檻を見て連れてきてくれ。たっぷりカゴを与えてやるぞい。じゃあお石さん、またまたの。カゴをゲット。よし戻りましょう。ロゼと話してみよう。お石さんのことはいいの？さてじゃ出発は明日ね。今から行こうって思ってたんだけど。気の身気のままはさすがにノーサンキュー。あたしは女の子。オッケー？ああ。スレイ。ん？今までもずっとあんな氷魔と戦ってたんだ。普通の人には見えない化け物と。うん。これからも？ああ、さっき話に出たヘルダルフってのが最下の剣種って言って。待った、長い話はご飯食べながらね。もう次の日になったのかな。行こう行こう。ロゼ、これからよろしく。どんどん任せよ、お化け以外なら。どこに行ったらいいって言ったんだっけ。あそこ山越え。あ、こっち側だね。星があります。入り組んでるな、ここ。
さあそれじゃあそこに向かって。まさか天族と旅することになるなんてね。まあよろしく頼むよ。うわあ、よろしくはいいけど声だけとか怖いんだってば。まさかこんな怖がりと旅することになるなんてね。はい、それじゃあねちょっと探索しながら行こうと思うんで、宝箱が近くにあるようだよ。このままね今回はねここで一旦終わりにして、次はねこの、次の場所に向かったらまた録画開始したいと思います。それじゃあよかったら次も見てください。ツチノコでした。